始まれば一人芝居だ。ずっとそばにいたって結局ただの観客だ。感情のない愛もスローリー、それはいつも通り慣れてしまえば悪くはないけど、本当のロマンスは小さいから、続きはしないことを知った。もっと違う設定で、もっと違う関係で出会える世界線選べたらよかった。もっと違う性格で、もっと違う価値観で愛を伝える。恋を抱きしめて好きだとか無責任。